はい、イタニアコです。今日はなんと珍しくとあるドラマをご紹介したいなと思います。今話題になっておりますフォロワーズ。そう、こちらはですね、今ガンガンテレビ CM とかでもやっているんですけれども、ネットフリックスで2020年の2月27日から配信されているネットフリックスの限定のドラマになっております。こちらのフォロワーズ全9話、1話あたり36分から46分なんですけれども、2日間でガーッと見てしまいました。それくらい夢中になれるドラマでございます。このドラマの魅力を紹介していきたいと思います。このフォロワーズ、 SNS 社会において直感的間接的に影響し合い生きていく姿と現在の東京リアルライフを交えて女性たちの生き様を描いたドラマ作品。まあ、SNS っていうのは Twitter とか Facebook とか、そうやってインターネット上でやり取りできるコミュニケーションサービスのことを指すと思うんですけれども、その自分のアカウントにフォローしてくれたらフォローした、私が他の人のアカウントにフォローするとフォローした。伝わりますか？はい。いや、まずね、この SNS とかフォロワーとかねっていう言葉にね、まあまさに現代的だなって思うんです。さて、誰が作っているかというと、蜷川実花監督。この監督はですね、まあ有名なフォトグラファー、写真家ということで、本当に昔からいろんなタレントさん、女優さん、俳優さんを写真を撮られていて、普通の写真と違うのが、お花とか、なんだろう、水とか、そのいろいろな表現っていうか、魅力2つ目、豪華キャスト陣。そう、非常にね、キラ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 していてね、もう出てくるたびにおって感じですよ、本当に。で、主人公を演じるのが中谷美紀さん演じる人気写真家リミ、そして池田エライザさん演じる百田夏目なんですけれども、まあ、この2人が主人公になっているんですけど、いろんな人生を覗くことができて、すごくキャラクターが立っていた、なんか共感できるお話もたくさんあったなと。環境は違えど空間は違えど、すごく思うことがありました。そもそもこの話の流れのきっかけとしてはですね、その新人女優である百田夏目はですね、本当に売れてない女優さんで、ウーバーイーツのアルバイトをしながら、エキストラで死体の役とか、あとスタンドインというね、あの撮影の時に主役の CM に出演する方の代わりに早めに入って、スポットとか映り方をチェックするスタンドインという仕事があるんですけど、そういう仕事しかやっていない。で、ある時ちょうどその人気写真家のリミさんが撮影をすることになっていて、でスタンドインで先に夏目が入っていて、あまりに演出家にガンガン演出家、プロデューサー、 CM のプロデューサーかなんかにすごくガンガン悪口言われてたんですよ。お前なんか売れねえよ、お前なんか誰も見てねえんだよ、ハハみたいな感じで、すごく悔しくって、普段とその指定された演技と違うことをするんです。で、その悔しい涙とか、こう気持ちが溢れているところを、ちょうどその人気写真家のリミさんは見て、思わずシャッターを切って、そして SNS に投稿する。その SNS がきっかけで百田夏目は一躍スターダムの道に行くんです、っていうのがスタートです。まずはその人気写真家のリミの周りにいる役者さんが板谷由夏さん、まあ女社長なのかな、演じる夏木マリさん、そしてリミのサポートをするゆる子という、まあ男性なんだけど、まあ、ゲイなんですかね、金子信明さん、その4人でね、すごくね、高級な家で、おしゃれで高級な家で、多分高層マンションの上とかに住んでて、きらびやかなんですよ、みんな。もう成功者なんだけど、なんかご飯持ってきたよみたいな感じでスーパーの袋を持ってくる感じ、まあ
成城石井とかすごい高級なスーパーなのかもしれないんですけど、なんかそのパックを開けて食べてる感じとかがちょっとだけ親近感湧くって、あ、そういうなんかやっぱりリラックスのあれってあるのかなみたいなのを感じながら見てました。なあ、なんかすごくなんかキラキラした世界をこう覗き見したような、そんな気持ちに最初とらわれましたね。でもその個々のみんなたくましい女性の方が多いんですけど、自分の仕事をだけ仕事を選んだんですけど、今回の主人公は仕事だけじゃなくて、また別の女性としての幸せっていうのも求めていくって、そういうのもねすごく見てほしいポイントです。一方、百田夏目新人女優の方の周りもすごくいいんです。上杉周平さんめちゃくちゃかっこいいんですよね。めっちゃかっこいいなと思って見てました。もう出てるだけなんかうおーって感じ。なんか自分の気持ち、その主人公の気持ちが変わっていくっていうか、いい女になっていく感じっていうのもすごくいいし、うん、なんかすごく孤独だなって思えても、やっぱ疲れた時には友達がいるみたいな、そんな描写が多かったなって私は思います。そして長くなりましたがポイント3つ目、ハイブランド。やっぱ服装とかって大事なんだなって思わされるこの作品。特にこの写真家のリミさんはですね、まあ、みんなおしゃれなんですけど、もうずっとハイヒールを履きながら、ルブタンと呼ばれるハイヒールを履きながら写真家の活動をしてるんですよ。でもうお洋服とかも全てピシッとしていて、これは私の戦闘服なのって言い切っちゃう強い感じがすごくかっこいいですね。衣装だけじゃなくって、いや普段のねお洋服とか、まあ、気にかけないといけないなとしみじみ本当に思いました。はい、百田夏目も最初はちょっとカジュアルなお洋服を着てるんです。でもその高級なお店にね連れてかれて、まあ、芸能界入りするよっていうタイミングに、いや私こんな服全然似合わないですよ、身の丈に合いませんよみたいな、もう私みたいなこと言うんですよ私みたいなこと言うんですよ。そうそしたらやっぱりいい服を着てね、その服と合わせて自分も上がっていくみたいなことを言われてね、そういいセリフだったんですけどね、これもう一回見ないといけないですね。そうっていう感じの話をしていて、そうだなって思って、そのお洋服とか自分の環境に合わせていろいろ変わっていくっていうか、そういうものをすごく感じましたね。いいブランドのものもうそのままですけど、本当にハイブランドのものがたくさん出てくるんです。ジバンシー、グッチ、シクラス、ケイタ、丸山、アナスイ、ミュウミュウなど、本当にね私も今初めて言ったぐらいのレベルのハイブランドが並んでおります。プラスその蜷川実花さんのこうポップさ、可愛さっていうか、想像力っていうか、そういうものが溢れ出た作品になっております。こちらは Netflix 限定なんですけれども、もうこのために1ヶ月登録してもいいっていうぐらいおすすめでございます。私も一回見ようかなと思います。まあ私みたいにね、ちょっと今一人でねギターを弾きながらソロシンガーとして活動していますけれども、たくましく生きなきゃいけない、そしてどん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 夢を掴んでいきたい、そんな女性の方にもおすすめだし、なかなかこう自分に自信が持てない、こうどうしたらいいかわからないとか、なんかそのこう普段の生活にモヤモヤしてるとか、なんか別にこの主人公たちの話す気持ちはわからなくても、こういう世界があるんだなっていうのも垣間見ることができるんじゃないかなと思います。ぜひフォロワーズ見てみてください。もし見たら感想を教えてくださいね。ではありがとう、バイバーイ。